はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。やっすーでございます。白血病闘病生活の気晴らしいね、自助化動画を配信していきます。この動画でね、白血病やがんになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってまいりますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信をきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、今日もね、血液疾患のお話に今無理やりつながれてるやんみたいな感じになると思うんですけども、最近ね、アウトドアブームがね、まあ、もうすでにね、ブームというよりは、まあ、キャンプ動画とかがね流行ってて、もう2年ぐらい経つんかな。なのでね、まあ、一つのステータスになりつつありますけどもね、キャンプといえばね、山の中に入って草むらをかき分けて、落ちてる木の枝とかをね使って材料にしてね、焚き火をしたりとか、あと落ちてる葉っぱをこう集めてね、クッションにしたりしますけどもね、まあ、これがね、キャンプ場のようにね、こう人工的にね、こう作られた場所でね、まあ、テントも張られている、もしくはそのグランピングのようなね、綺麗なコテージで、もしくはその冷暖房完備のログハウス、このようなね、設備の整った場所ならですね、問題なさそうなんですけども、しかしですね、大自然の中でね、起こるトラブルをもね、楽しみながらね、静かな人と時を過ごすとなるとですね、それなりにトラブルが楽しめなくなってしまうこともあります。まあ、そんな中ね、今年のゴールデンウィークはね、まあ、長い人でね、11連休にもなる人もいてますけどもね、新型ウイルスのこともあってですね、ハイキングとか登山とかね、そしてキャンプっていうのなどをね、計画している人も多いんですけども、まあ、先ほども言いましたけどもね、アウトドアにもそれなりに危険が潜んでいます。それはね、毒虫でございます。毒虫ね、聞いてあんま聞かないですよね。毒虫ってね、毒の虫とかで毒虫って言うんですよ。最近ではね、そのね、毒虫っていうのの、ね、被害が増えているのでね、注意が必要なんです。噛まれるとですね、重症熱性血小板減少症候群っていうのをね、引き起こしてね、急死することもありますし、それの原因がね、マダニっていうのはあるんですけどね、まあ、それとはまた別としてですね、大抵はね、刺されたり噛まれたりしてもね、まあ、別に命を落とすようなことはありませんけどもね、強烈な痛みとかね、痒みに襲われたりね、あと血まみれになったりしたらですね、もう楽しい気分もね、台無しになります。重症熱性血小板減少症候群というのはね、まあ、SFTS というのはですね、SFTS ウイルスに、ね、感染してね、まあ、6日から2週間の、ね、潜伏期間を経てね、発熱、食欲不振、嘔気、嘔吐、下痢、腹痛などのね、消化器症状っていうのがね、多く見られることがね、症例で認められててですね、その他にもね、頭痛とか筋肉痛とかね、もう意識障害やとかね、あと失語などのね、神経症状で、リンパ節周長とかね、リンパ節が腫れることを言うんですけども、あと皮下出血のようなね、こう出血症状っていうのをね、起こすことがね、認められています。さらにね、白血球の減少とかね、血小板の減少でしょ、で AST、ALT、LDH のね、血清一冊酵素のね、上昇がね、多く症例で認められてですね、血清フェリチンの上昇とかね、骨髄でのね、血球鈍色増もね、認められることもあります。致死率はね、 6.3% から 30% と報告されていてですね、感染経路はね、マダニを介したものが中心なんですけどもね、血液などのね、患者の体液とね、その接触によってですね、人から人へ感染する報告もされています。治療はですね、対照的な方法しかなくてですね、今のところね、有効なね、薬剤とかね、ワクチンはありません。でそんな誰も怖いんですけどもね、アウトドアのようなね、自然のね、中のね、毒虫の中でですね、最近注目されているのがね、ヤケド虫なんですよ。青葉ありがた羽隠しという名前なんですけどもね、そのヤケド虫っていうのはですね、まあ、6ミリから7ミリぐらいの大きさでね、すごい小さくてね、おとなしい昆虫なんですけどもね、体の中にですね、ペデリンというね、強力な毒を持っているのですよ。でたまたまね、顔や腕に止まったところをね、こう、さっと手でね、払いのけようとするとですね、その虫の柔らかい体がね、簡単に、こう、ぶちゃって潰れてしまってね、毒の液体がね、ピャッとこう、ね、皮膚にね、付着してしまうんですよ。そうするとね、その後がね、ヒリヒリとしてね、痛み出してね、赤く腫れてね、水ぶくれになってしまってね、それが、やけどの症状と似てるので、やけど虫と呼ばれています。1970年ぐらいまではですね、日本全国の田んぼなどにね、普通にいたんですけどもね、しかしね、農薬とかね、その自然破壊が原因でね、この平地からね、姿を消して、今はね、山奥のね、渓流沿いになどね、息を潜めていましてね、でその渓流沿いが最近になって、キャンプ場やね、アウトドアやアスレチック施設などに変わってしまって、
って、まあ、ブームになって利用する人がね急増したためにですね、このやけどっていうのをね噂される人がね続出しだしてね、再び注目されるというわけでございます。触るとねすごい危険なのでね、見つけてもね決してこう手でパッと払わずにですね、息をふって吹きかけるなどしてね追い払えっていう風にね、ネットやねアウトドア本にはね書かれてるんですけども、果たしてねその初心者やね、そのたまたま連れてこられたそのアウトドアに慣れてない人がですよ、初見で見分けることができるかということなんですけども、まあ、無理でしょうね。まあ僕はねまだまだその行くことはできませんけどもね、きっと虫が飛んできてもねさっと手で払ったりね、思いっきりパーンってこう蚊のようにね潰したりしてしまうかもしれません。なのでね、アウトドアというのはですね、長袖長ズボンでね、首にはタオルを巻くといったねスタイルがね身を守る手段として成り立っていると言っても過言ではありません。今日はね天気がいいし暑いわ、山の中やしやっぱ涼しいけどやっぱり暑いわとか言ってですね、おしゃれだからといってね肌を露出せずにですね、できるだけねその露出を減らす工夫をした方がいいと思います。でもまあね、そのね防御をしててもですね、とっさの動作でですねシャツが血だらけになるケースもあるんですよ。まあ先ほどのやけど虫とはね違うタイプの攻撃をしてくるやつがいてるんですけどもね、それはね動物の血を吸うねヒルでございます。これはねアウトドアの人口が増えるとともにですね、ヒルの被害もね増えているのでね、注意していただきたいところでございます。で昔はねそのヒルといえばね、田んぼにいたねなんか糸ミミズのようなね淡水に似てるやつをね、まあ、誰かがこうね金の枝に引っ掛けてね学校に連れてきてね先生に怒られてるやつがいましたけどもね、黄色いね黄緑色かなの治水ビルというのがね、これまでのヒルでしたけどもね、最近にはね農薬の改善によってですね激減してしまってですね、今はほとんど見られません。まあね田んぼでせいぜい見えてもね谷市ぐらいですよね。でこのね治水ヒルっていうのをですね、なんとね京都府がですね準絶滅危惧種にね指定したことなんですよ。でそのね治水ビルとね世代交代をしてね今注目を集めているのはね山ビルというね陸に住むヒルなんです。でこのヒルはねその名の通りですね、山奥にしか生息しないね珍しい生物でしたけどもね、1990年頃からですね全国的に増え続けているようなんです。まあ、僕は山奥にも行ってませんのでね、実際に出会ったことはありませんけどもね、増え続けてきた原因としましてはですね、飼料制限などによってね、野生動物っていうのが増えてきたからだというのが原因だったみたいなんです。特にね、野生の鹿がね、原因と言われてましてね、大阪の隣にあるね、奈良県の奈良公園ですね、野生の鹿がいてますけどもね、まあ彼らというのはですね、それなりに今管理されてますし、人間慣れしてますのでね、むしろもう野生とは呼べないかもしれませんけどもね、奈良以外にもですね、イノシシや猿のようにね、鹿がいているところもあります。で、そんな鹿というのはですね、山ビルにとってね、格好のね、餌食であると同時にですね、便利な移動手段でもあるようにですね、今や首都圏でもね、その千葉県の、房総半島かとかね、神奈川県のね、丹沢山地とかね、その広範囲にわたって山ビルの生息域になっています。で、彼らヒルというのはですね、普段はね、枯葉のなどのこう下にね、隠れてますけどもね、人が近づくとね、その呼吸の二酸化炭素とかね、体温やね、その振動に反応して、ってこう出てきます。急いで出てくるんですよ。そしてねこう速やかにね靴やねその袋の中に入り込んでですね食事をねし始めてしまいます。そんな山ビルのね唾液にはねヒルジンというね物質が含まれているためにですね、血液凝固を防ぐ効果があって、さらにですね鎮痛作用があるためにですね吸血されてもなかなか気づかないんですって。ほんでそんな彼らはですね30分以上かけてねまあゆっくりね食事をしてですよ、で満腹になるとねお金も払わずにね離れていきます。一方吸血された我々人間や動物っていうのはですね、傷口にねヒルジンっていうのが残ってるためにですね、血がなかなか止まらずにねじわ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 出血が続きます。でもねトータルのね出血量はねせいぜい数 cc なのでね大したことありませんけどもね、血液がね汗などでねこの水分でバーって伸ばされてしまうとですね、大量の出血のように見えてしまいますのでね、靴下とか T シャツがこう結構血まみれになってしまってね大騒ぎになるねケースがね相次いでいます。ね、山ビルに気づいたらねまずためらわずに皮膚からバッて引き剥がしてね、傷口のそのヒルジンをね綺麗な水でこうバーって洗い流すことがね鉄則 でアルコールなどでシュシュってね消毒してね絆創膏を貼っておけば安心だそうです。そしてそんな山ビルなんですけどもね、何かのその悪いね病原菌とかねウイルスをねその媒介することはないと言われています。まあ、その点で言えばね様々なね人獣感染症をね媒介するねマダニよりはですねマシと言いますけどもね、傷口がこう痒くなることがあるのでね、まあ、かかないようにね注意しなければなりません。で最近ではねもうほんまかいなって思う話があるんですけどもね、登山に行ったね人がね山ビルを付着させたまま
下山してしまってですよ、住宅街にまでね、ヒルが出没する被害が出ています。2020年去年にはですね、その神奈川県を通っている小田急線のね、あの旗野駅っていうところにですね、ヤマビルがね数十匹出現してしまってね、あの駅員さんがねガスバーナーでブワーって焼き殺すという騒ぎもありました。あのね、虫除け効果が認められているね、ディート入りのね虫除けスプレーがね、ある程度その吸血をね防ぐことができるようなんですよ。なのでね、ヤマビルがね多くいてるであろうところに行く際にはですね、あのというか、まあ、アウトドアでね、その山奥に行くときにはですね、あのそのスプレーをね携帯しておくとですね、まあ、他の虫除けにもなりますので、ね、安心です。まあ、アウトドアというとね、その土砂崩れやね、その川の氾濫もね怖いですけどもね、まあ、ヒルはともかくね、中にはね重症熱性血小板減少症候群にねなってしまう虫もいてますのでね、まあ、残念のようにいてますのでね、まあ、こんな時期だからこそあれなんですけどもね、まあ、お出かけになる際はね、身を守るためのことに最善を尽くしていきましょう。まあ、日焼けでもそうですよね、まあ、これからね紫外線がきつくなっていきますのでね、そういったこともね結構ちゃんとね最善を尽くしていってください。そんな感じで今日は以上です。今日も最後まで見ていただきましてありがとうございました。バイバイ。僕は元気です。